This is Cody. I was reading your ad. Once you have a direction to head in, one of the most important things you can do is surround yourself with people who can strengthen your weaknesses. アンダーカバービリオネアのまず最初の鉄則は生活を安定させること。彼は90日間のうちの最初の1週間を3ヶ月分の生活費を稼ぐことに集中しましたと。でそこに関して言うと、まあ自分はとりあえず、まあほとんどの人はそうだと思うけど大丈夫なので、次のところ、ビジネスをする上での第一、非常に彼が大切にしている鉄則の第一番目が、まず顧客を見つけること。ほとんどの人が商品を先に作って、そこから、買い手を見つけると。この順番がおかしいよっていう話なんだけども、いきなりそこから最初からその彼の鉄則を破らざるを得ないです。っていうのも、まずその商品いいねっていう既存の商品が、競合があるようでないんですよね。今アンダーカバービリオネア見終わりました。6時間ぐらい連続で見終わりましたけど、リアリティショーとしてすごく面白いので、これはおすすめです。まだね、正直これ違法アップロードのやつを見たので、多分これからちゃんとディスカバリーチャンネルの日本語版の方で順番に上がっていくと思うんで、もちろんそっちはねもう一回見ようと思いますけど、すごかったですね。